東堂の中の高田ちゃんって、に対するみんなの反応集。本人の目の前でラブレタービリビリに破いたり、ちょっときつい性格設定なの、いいよね。妄想だからって自分に都合のいい性格にしないのはかっこいい。やっぱキモいわ。でも東堂を助けに来てくれたりするんだぜ。花見の呪力で成長する趣旨のとことか。こいつ絶対 M だろ。クソ IQ 高い高田ちゃん様。何を言っておる。この高田ちゃんはラファエルの擬態だからきつくて当然なのだ。自分にとって都合のいい妄想をしない本物のファンですよ。きっしょ。東堂がストーキングしてくるから通報しようかと思ったけど、さすがに同じ学校から逮捕者が出るのは嫌だからで止めていた。鳥に相談する女。ファンサも認知もしてくれてるけど、東堂の中でこれってどういう立ち位置なんだろうか。元の人格エミュー。東堂と虎杖の物語におけるメインヒロイン感がすごい。東堂の関与しないところでこういう会話をすると思われているのが高田ちゃんだ。都合のいい性格がこれなのでは。そういや本物の性格は割と妄想と違ってあんまわからないのか。割と豪気なとこがあるキャラっぽいけど。高田ちゃんこう見るとタッパあるな。それでいてこの美人顔でツインテールとか可愛いのゴンゲ。イタドリと並んでこれってマジででかいな高田ちゃん。高田ちゃんでかすぎじゃね。イタドリよりでかいじゃん。原作に身長出てたっけ。忘れたのか。高田ちゃんのタッパは180オーバーだ。じゃあイタドリが小さいのか。高田ちゃんイタドリとイチャイチャする妄想じゃなくて、高田ちゃんに振られた悲しみをイタドリと乗り越える妄想するのうちはオビトみたいなキモさを感じれて好き。さすがにオビトもここまで、東堂の中にはマジで中学生活の全ての記憶が残ってそう。身長でかいな、尻でかいな、胸もでかいな、顔は小さいな。握手会とかでもめっちゃ対応いい感じだし、サバサバ系の冷たい女概念はどこから生えてきたんだろう。国戦アミーゴ時空で高田ちゃんメインの残しまってるぜ。ジュジュ散歩でバラエティ番組に高田ちゃん出てたし、そういうのからキャラを把握してるんやろうな。初期イタドリは173ぐらいだから高一としては普通に平均以上。作者曰くどんどん伸びてるらしいし。オビトは後ろ向きにキモくて、東堂は前向きにキモいという違いがあるな。高田ちゃんの魔性の女感すごい。東堂に今の自分は到底高田ちゃんに見合うような男ではないみたいな意識の高さがあるのも塩対応の一因じゃないかな。東堂メインのイベントがあったら、国戦アミーゴの世界観で本当に存在しない記憶のイベントをやってくれ。配布 SSR 残滓は高田ちゃんをセンターで頼む。都合のいい妄想に逃げないあたり、東堂の意識の高さと向上心が見て取れる。マジでこいつ高校生かよ。きついというか、はっきりと東堂基準で断ってくれる人って感じなんじゃないかな。振られ方が、私誰とも付き合わないの、アイドルだからじゃなくて私好きな人がいるの、なのいいよな。さすが今すぐにでも高田ちゃんと結婚したいから、高田ちゃんの恋愛容認派の東堂だ。本当に気持ち悪いよ。高田ちゃんってなんで本人の前でラブレター破いたん。そこまでしなくてもいいじゃん。妄想定期。高田ちゃんは付き合えない相手に未練を残させないタイプ。こんな妄想するあたり、東堂って高田ちゃん相手にワンチャンないって無意識にでも分かってんのかな。東堂の中では高田ちゃんは目の前でラブレター破ってすっぱり諦めさせてくれる女ってことになってんだよ。高田ちゃんは優しいからな、未練を引きずって欲しくなくてあえてやったんだろう。高田ちゃんの脳内エミュー下手すぎひん。それともそういう願望でもあるのか。花見の攻略法を教えてくれたり、勝手に呪術にも詳しいことにされてる、ただの一般高身長アイドル。ケツとタッパしか見てないから、高田ちゃんの内面にそこまで興味なくて、性格は S 気あるのが好きだからこういう妄想になってる説。だとしたら悲しすぎる。その分イタドリの内面を見ているが、イタドリエミューは上手いのにどうして。なんで脳内エミュー失敗してる前提なんだ。高田ちゃんこんなやつかもしれないだろ。ジュジュ散歩を見る限り普通にありえるんだよね。そういえばキレッキレの高田ちゃん見て仕上がってるなとか言ってたな東堂。推してるだけのアイドルの性格や行動を調整密にエミュレートできてるとしたら、それはそれでキモいよ。東堂はキモいからその可能性の方が高いんだよね。高田ちゃんってアイドルやってる時と東堂の脳内のエミューしかわからんから、元がどんな子かわからん。ドラマで高田ちゃんがスレガみたいなシーンを演じてて、そこから引用したか俺たちが知らないだけで、高田ちゃんは元からそういうタイプのアイドルだったとかじゃない。ブラザーの妄想でも完成度高いのに、高田ちゃん中がエミュー失敗するか知らんけど、サバサバした子なんだろうよ。お前に高田の何がわかるんだよ。高田ちゃんファン全員の心の中には自分だけのイマジナリー高田ちゃんがいるからな。誰もがオリジナルの高田ちゃんという偶像を求めているから、お互いがお互いに解釈違いするんだ。憧れは理解から最も遠い感情だからね。妄想ですら振られてるのかわいそうだけど、イタドリに慰められるのを前提にしてそうで、きっしょ。仮にもアイドルが本人の前でラブレター破るようなキャラをオタクにさらしてるとは思わんやろ。つまり東堂は裏の部分まで知ってる。本当にそうなのかは知らんけど、東堂にとっての高田ちゃんってこんな感じなんだ。
東堂のこの妄想の中の虎杖は道中のブラザーだから慰めてくれるけど、現実の虎杖はこのエピソードを東堂に語られたら普通にドン引きするだろう。絶妙な塩梅。東堂ってそういう願望なさそうに見えて、高田ちゃんとの結婚願望あるし、その割に脳内高田ちゃんそこそこ辛辣だし、よくわからない。高田ちゃんファンが舞ちゃん見てゴミを見るような目で、って喜んでた様子から、高田ちゃん自体がそういうファンを獲得しやすいキャラなのかも。脳内で存在しない記憶を生み出せる男だ。存在してる高田ちゃんの再現に何の不足があろうか、イメージするのは常に最高の高田ちゃん。東堂は高田ちゃんとは付き合いたいけど、それはそれとして簡単に自分を好きになる高田ちゃんは解釈違いって感じなんだと思う。ガチ恋で結婚したいが、それはそれとして推しを自分になびかせるためだけに都合のいい女に貶めはしないのが東堂。気色悪くてかっこいいじゃない。高田ちゃん界隈の東堂の存在、やっぱめちゃくちゃ有名だったり、知る人ぞ知るファンみたいになってるのかな。高田ちゃんに認知されてるくらいだし、本人の性格からして初心者にも丁寧に教えてくれそうだし、結構知ってる人多いんじゃないかな。普通にいいファンだよね東堂。そこもキモいけど、いい匂いがするがたい男。東堂って五条と同じくらいの身長だからでかくて目立つだろうしな、レスラーか何かと思われてたりして。片手を失った東堂を見た高田ちゃんと高田ちゃんファンの気持ちやにょいかに。高田ちゃんは何も言わずに手を両手で包むように握ってくれそうだよね。そんなことされたらその場でプロポーズしかねない。例のごつい高田ちゃん推しがある日、女連れでイベントに来てるのを目撃する常連たち。多分東堂がキモいって感想は寮生活含めて共に行動する時間が多いから出るやつだと思う。なので高田ちゃん界隈ではめっちゃムキムキの寮ファンレベルの認識じゃない。なんだかんだ好かれてそうな人、高校生と聞いて全員ビビる。ある日突然黒髪ショートの美女を連れてきて場がざわつくの想像に難くない。なお拳銃所持。まあ黒髪ショートの美人はもう来ないんですけどね。東堂だけは裏切らないと思ってたのに、となぜか東堂を寝取られたような気分になるオタクたち。界隈であだ名つけられてそう。ショッピングモールのリリーベは女オタやキッズに前列を譲る東堂。トレーディング系の交換は通行の邪魔にならない場所でする。高田ちゃんファンのキッズと話すときには目線を合わせるようにしゃがんでくれるという安心感がある。現場で見かけるとマナーのいいオタクだけど、ツイッターにアカウントがあるわけでもなく謎に包まれたオタク。握手の前にハンドクリーム塗ってそう。丁寧に布教していくので評判が良さそう。界隈でちょんまげさんとか呼ばれてる可能性。本人に認知されてるは界隈で有名な根拠にはならないんだ。東堂は見た目的に界隈でも有名だろうけど、葵はヤンキーみたいな見た目なのにマナーが良すぎる。ファンなのわかりすぎる。高田ちゃんってグループ所属してるのかな。コラボ先のユーザーを困らせたやつ。タンタカタン。死んだ恋人を守護霊にして戦う男と見た。そう来るか女たらしめ。スタンド的なやつ。バーン。後ろの女の子のために戦ってるキャラなんだな。実際どういう状況なの。本来こいつにだけ見えてる幻覚。ただのおかしな人じゃん。そうだけど、実在のアイドルを使った妄想に応援されてパワーアップしてると思う。見た目で言うとポニテ時代のマキパイの方がかなり東堂葵って感じするよね。ぶち殺される発言やめろ、死ぬぞ。先入観捨てると確かに東堂葵って美少女キャラの名前だよな。モンストパズドラパワープログラブルでコラボ先の呪術知らないユーザーを困惑させた男。じゃあ高田ちゃんは何なのかと言われると本編ほぼ出番ないからな。高田ちゃん本体は人気出るのわかるキャラしてる。全国で握手会やってる程度には人気あるよね高田ん。恋人らしき女を例にしてる。つまりこいつが話に聞く劇場版主人公か。死んだ幼馴染を呪力で縛って持ち霊にしてるんだろ。失礼だな、最推しだよ。死んだ肉親や恋人の記憶ならわかるんだけど、推しのアイドルの妄想なのが何とも言えない。作中で実在するアイドルを脳内彼女というか脳内クラスメイトにしてはいるが、自分が告っても OK 出すような都合のいい女にはしてないから普通に振られる。スレガの女の子はただの妄想ってこと、キモくない。キモいぞ、あまりにキモすぎて小ボスが困惑して隙ができたりもしたぞ。これで読者からの好感度トップクラスに高いのがひどい。夢女子人気はないのが笑う。東堂って各コラボ先の制作スタッフに愛されてない？一番ネタにしやすいからな。キャラもいいけどとにかく使いやすいんだろうな。間違いなくキモいし敵も味方も困惑するタイプだけど、頼りになって主人公を教え導くベストフレンドなんだよ。ご視聴ありがとうございました。高評価コメントよろしくお願いします。